安福寺は大阪府柏原市玉市町にある浄土宗地四院派の仏教寺院。三号は玉手山。玉手山丘陵の中央部、玉手山公園北側の谷間に位置する。寺伝によれば奈良時代に行器によって建立されるが中世には荒れ果ててしまい衝動がただ一棟あるのみであったという。漢文年間に浄土宗の僧、家屋商人がこの地を訪れ、 安福寺を再建する。終わり大納言、徳川光友は、家屋商人の学得に深く帰依し、安福寺に寺田を寄付するなど、明治維新に至るまで歴代終わり徳川家により、援助を受けた。光友が寄進した山水薪椅硯箱、牡丹薪椅硯箱、菩提樹、薪絵工箱は、国の重要文化財に指定されている。また、境内には、明治時代に、 玉手山3号墳から出土したとされる、先竹形石管街が置かれており、かつては、長寿鉢として使われていた。これも重要文化財に指定されている。最初の小さな門をくぐるとすぐに、山道の両側に安福寺横穴群が広がっている。これら横穴群は、谷間の業海岸が露出しているところに掘られており、山道南側、北側に、各十六基。 三3 2期確認されている。かつては古代人の住居であると言われていた時期もあったが、石棺や刀棺、陶器などが見つかっており、中には、騎馬人物像などの壁画が描かれたものもあり、古墳時代後期の横穴墓であることがわかっている。大阪府の史跡に指定されている。山道を登り、2番目の門をくぐり、境内に入ってすぐ左側に、広大な栗があり、 この南に接して本堂が建っている。境内のすぐ西側、高台の上は玉朱山公園で、この公園も当時の所有地になっている。安福寺横穴群に関するカテゴリー、ありがとうございます。